シャやります今日。やりたい、やりたいっていきます。で、忘れないうちに交換所っすね、コラボ終わってしまったんで、この白芸攻略戦のえ、倒してくれてんだけど、これっすね、こっちのアイテムをちょっと引き換え、全然引き換えらんねえよ。うわー、これ悩むな、マジで。こっちなんだよね、多分ね、今俺が欲しいのってね、この更新玉と重流玉が多分いっちゃん欲しいんだよ。だよね、これ。まあベルでもいいけど、ビスケいらないでしょ。ボイス系はまあまあ、もうレム取ったんで OK でしょ。で、この2人もなんかそんなだったよね。だよね、まあ、魔法陣ブロッカーはあってもいいかもしれないけど、まあまあなしだとして、かもうスバルで運極1体稼ぐ。あ、それにしよっか。あ、てかスバル進化できねえから運極になんねえ。ちょ、でもスバル進化しねえから運極になんねえよ、これ。これできねえよ、これ。進化できねえもん、こいつ。これさ、今からさ、これ埋めれる？このペアか。白鶏攻略戦をクリア。お、使徒増物まで愛して。無理だよな。使徒増物まで愛して。いけるか、これ。ナイス。ナイスね。ただ交換武器はしちゃいたいんで、スバルがまあ、運極にできないっていうのがあるので、交換所で取るべきものはどれかっていう話をするんですけれども、まあ、ベルかな。まず普通に結局書庫を回るときにね、このベルがないと書庫ができなくなっちゃうので死活問題になるんですよね。なんでベルをまず交換する。で、1900余ったやつはここですね、更新欲で。まずやること、まあ、前回作りかけになっていた大和たけるの運極を終わらす、覇者を登るっての方がいい気がするんだよね。今日さ、運極になるじゃん全部。なんで今日はさすがにちょっと運極の作成に行った方がいいのかなとも思いつつ、今持ってるキャラとこれから取りに行く降臨とかをちょっと合わせて覇者をちょっと登ってみたいんだよね。絶対面白くない覇者。はい、ということで、いや、いらない、いや、いらないってことはないか、普通に戦力か。徳田は行きます、お願いします、よろしくお願いします、対戦よろしくお願いします。ラック効果でたんまりもらえる。あ、それモンスターの日の引き換えがありました。あ、覇者25いけないわ、俺の構成だと。バジリスク取って、バジリスクでチビチビやんなきゃいけないのか、クソきついわ。まあ、いけなくはないけどね。お、帰ってきた。あれ、死んだよね。え、カリン死んだよね、これ。おかえりカレンだよ、これ。死に戻ったよね、これ。あ、死に戻ってきた。助かる、おかえり、おかえりカリンちゃん。で、私がやりてえのが、今大きく分けてね、もう3個くらいあって作業会でやりたいことが、まあ、今日はもう妄想の日だから、ガンガンマルチして運極作っていこうか。覇者登ってみたいよね。当時の覇者超面白くなかった。今もうさ、今こそ作業感あるけどさ、当時のね、覇者の塔はね、ガチで神ゲーだったんですよね、本当に。もうワクワクしてたもんね、毎月登るの。来ねえかな、来ねえかなって。で、早く自分なりに早く終わらせて、おっしゃ、今月も高速で終わらせられたぞみたいな感じだったんだよね。そう、俺当時覇者の塔出てきて31回でめちゃ負けて、でもう31回マジでクソゲーだなと思って、終わった後もずっと練習してましたね。ほんとうめえな、これ。これマジ妄想の日にこれだけやりてえな。こればっかうめえ。23、33、36きつかった。あ、まあやっぱみんなそうだよね。今でもさ、降臨で33やったら超面白そうじゃない？めちゃくちゃ面白そうじゃない？意外と当時のキャラでやってもやっぱみんな毎月毎月覇者の塔ってやるから、ちょっと知識ついてきてんだよね。これどれぐらいで削れるかなみたいなさ、体感値みたいなのがあるじゃないですか。なんで意外と同じキャラでやっても今の方が簡単に勝ったりするの、なんか成長感じるよね。当時とか同じパーティーでも多分勝てるもん。前なんか直しろのミルダムかなんかで31をクイバタ4でやった時、一発で勝ったのビビったもん。やっぱ知識だなっていう。俺個人的にあそこ重力ないキャラが何体かいた方がやりやすい派なんで。メイン運極なんと、あ、確かにメインって今運極なんといるんだろう。それこの前も聞かれて調べとくわーっつって調べたんだよ。ごめん、メインの運極数今どんぐらいいんだろう。900いったかぐらいじゃない、多分。900はいると思う。え？びっくりしたよ。びっくりしたよ。開いたらさ、開いたらさ、ボーナスって画面になっててさ、豪雪ポイントのところに11100って書いてたから、運極1万いるわーってなった今。全然1万はいないですね。え？1039。1039です。俺、運極1000体いるわ。1039。めっちゃいた。1039でした。俺、初心者にあんま豪雪とかおすすめしないんですけど、それでもおすすめしちゃうぐらいダウトは強いし、簡単。落ちて思った。なんでビスケットの時に3、やめてよー、カメラいっぱい。はい、は、あ、モンスの日は、そっか、モンスの日はここも運極っていう風になったのか。なるほど、見間違いじゃないよねこれね。モンスの日じゃなくても、はい。ごめん、ちょっとコメントが追いつかないですね、すいません。はてなはてなはて
ないしか出てこなかった今。あれってあれモンソの日ってここのクローバーって運極扱いになったっけって一瞬になったもん今。ね、そういう仕様に変わったかもしれないですね。でリボンだけは変わんないみたいな、リボンだけはその表示がないってなってるのかもね。そしたら今納得ですね。おかしい、目が悪くなったかなって。こうやって別にさ、俺わざわざモンスターインに作業会やってさ、よしみんなでガチャガチャで集会しようぜって言ってんのにさ、この人たちだってもうモンスターインじゃなくてもこれで入れるってことでしょ。やっべえよこのゲーム。ここで集会は俺基本全部桜井さんですね。 ほとんどっていうか、まあ俺が今まで作った運極のほぼ全てが桜井さんとの集会ですね。2人かあとミヤさんが入るかみたいな感じですね。で一緒に集会してますね。なに、おお神道路かました、ありがてえ、ありがてえ。あと20体かランクアップ、100。え、なにこんな豪勢なの、ランクの時。え、ランク100でこんな豪勢に祝ってくれんの、はマジ。なかなか終わらんと思うよ。まあ終わらない、どれをもって終わるっていうかですけどね。それ以上にやっぱ面白いタイトルが出て、だって俺も当時パズルやってた時にこれより面白いゲーム出てこねえだろうと思ってたから。うん、でもやっぱり結局ソシャゲってすげえよな、進化してってもうどんどん面白いのが次出てきたりしてるからね。パズルも9周年だよね。パズルも未だに面白いしね、見た感じ。うん、その次に多分あれですね、需要と供給が合ってない気がします。あ、まあでもそれはずっと前から俺も言ってるじゃないですか。もうほんと限定とかこれを引くべきっていうのを見極めて、それだけ引いてればいいゲームにはなってきたよねとは言ってるね、ずっと。今モンスト俺は結構面白いですけどね。今リゼロでちょっと段階が上がりましたね、俺そのモチベっていうか、普通にあやっぱ何かでやったら楽しいなっていう段階が1個上がったから、今俺クッソ面白いですね今モンスト。限定スパン、あまあ限定スパンはね早いっすね。まあソシャゲのいいとこでもあり悪いとこでもあるんだけど、だから限定引けないと。まあでも限定はね、まあ別に絶対ないといけないっていうのじゃなきゃいいよね。絶対ないといけないっていうのは今のところやっぱないから、それはすげえよねやっぱモンストね。今でもね絶対ないっていう、もううざ髪髪の毛うざ50来て次に新イベ来るだから、なんかオーブの管理とかもしやすいよね今ね。でも逆にもうなんかそのアイテムとかでそういうのが無理だって、なんだこいつやべえよこいつ、なんだよこいつなんだよこいつマジマジこれ負けんの。友達がやってるの見てた。あ、まあでもどんだけ有名でもやったことない人いるか。でも今ポケモンがすっげえやりたいっていうので、これはもう SS じゃなくてパックで遅延してヒーローになるしかねえよこれ。パックで遅延してヒーローになるんだ、そうだ、いけ、 10% を引く男になるんだよ。ビビってたら一生引けねえからな。最下 10% ナイスナイス優勝、完璧な優勝が、これは完璧な優勝者が現れました。本当に欲しいタイミングで完璧な遅延を決めていく優勝、誠也さん優勝でございます。これワンチャン死んでたからね、これ優勝者決まりました、おめでとうございます、おめでとうございます。第1回パック選手権優勝、これは優勝マジで、ガチ天才でしょ、あそこで10敗いくのはマジ天才だった。しかも運極になると、はい完璧でございました、ありがとうございます。天才だろ、ぶっちぎり優勝でしょ優勝、運極を3体達成せよ、来ました、ついに運極を3体達成せよ、優勝ありがとうございます、優勝ありがとうございました、俺じゃない優勝したの。